中国発のアパレル通販、シーインがイギリスのロンドン市場で IPO ・新規株式公開に向けた手続きを開始したと複数の欧米メディアが24日、関係筋の話として伝えましたシーインは今月の上旬、イギリスの当局に書類を提出し年内に上場する可能性があるということです。シーインは去年11月アメリカでも IPO を申請していますが 労働環境などを巡る懸念で承認の見通しが立っていない状況です。